皆さんこんにちは。嵐の二宮和也さんと結婚した元フリーアナウンサーの伊藤彩子さん、約5年間の交際を経て2019年11月12日に電撃結婚をしました。ファンの間では結婚前から度重なる匂わせ行為をしていたのは有名な話ですね。ニノは私のものとマーキングしていた事実、ジャニーズきっての炎上案件として有名でした。今回は伊藤彩子さんの現在の衝撃的な姿、二宮和也さんとの子供の正体、海外への極秘挙式計画など詳しく調査していきます。まずはじめに伊藤彩子さんの簡単なプロフィールを紹介していきます。本名伊藤彩子、生まれは1980年12月23日の現在41歳、血液型 B 型、身長162センチメートル、出身地秋田県、最終学歴は山形大学教育学部卒業。2003年から秋田放送のアナウンサーを務め、2007年からセントフォースに所属しフリーアナウンサーとして活動していました。出演経歴はニュース、リアルタイム、すごい会議、バナナマンの爆笑ドラゴン、ニュースエブリーなど多数出演。2018年3月にメディアに関わる仕事から一旦離れたいと申し入れ、所属事務所との契約を解除しました。そして二宮和也さんとの最初の出会いは、伊藤彩子さんがニュースキャスターとして担当していた報道番組ニュースエブリー。馴れ初めはこの番組の共演からだったようですね。時期は2012年、最初の印象はお互いに好印象だったそうで、すぐに打ち解け合ったとか。共演後はすぐに交際はしていませんが、なんとなくお互いに意識している期間が長かったようです。その番組の看板キャスターだった伊藤彩子さんは、本物の嵐二宮和也さんを目の前に女の顔になっていたことも話題でしたね。秋田の田舎から出てきた彼女にとって、この出会いのチャンスは運命的と感じたのでしょう。番組終了後も2人の親密な様子が関係者から噂が上がっていたほどです。さらに約2年後の2014年4月に再度共演を果たします。二宮和也さんが3年半ぶりのドラマ弱くても勝てます青子先生とヘッポコ高校球児の野望の番宣で出演。この放送時では2人の雰囲気や距離感が親密すぎて、ファンの間で怪しまれる事態に発展します。プライベートでも会っているかのような距離が近く接する様子に交際を疑う声も出ていましたね。その後も2014年5月29日の VS 嵐に伊藤彩子さんが出演した時も、ネット上ではもう付き合っているの?と噂になるほど。伊藤彩子さんが二宮和也さんの隣の席をキープしていたり、楽しく話している姿はまさにカップルでした。そしてファンの予想は的中し、2014年の夏頃から2人は交際スタートします。番組ニュースエブリーの初共演から約2年後のことですね。その後は交際期間の5年を経て2019年11月12日にゴールインとなります。ファンクラブの皆様へ、いつも応援ありがとう。本当に感謝しております。今日は私二宮和也からご報告があります。この度結婚をさせていただくことになりました。1999年にデビューさせていただき、これまで皆様に応援いただいたおかげで20年間活動を続けてくることができました。本当にありがとうございます。嵐の一員として人生の半分以上を過ごしてまいりましたが、ここで一人の男としてけじめと決断をし、今日ファンの皆様にご報告させていただきました。突然のご報告で驚かれた方も多くいらっしゃると思いますが、この決断が後に良かったと言ってもらえるように、今日からも変わらず、そして来年以降も二宮和也は頑張ってまいりますので、今後とも末永く応援をいただけたら大変に嬉しく思います。結婚する約2年前の2017年3月31日に伊藤彩子さんが7年間続けたニュースエブリーを突然卒業したことは、結婚への伏線だったのかもしれませんね。卒業したことも自分の意思だったそうで、二宮和也さんとの交際報道が出た後の二のファンからの嫌がらせや誹謗中傷が絶えなかったことで、表舞台から身を引く覚悟を持っていたのでしょう。あの報道があってからというもの、番組宛てにファンからの苦情の電話やメールが止まらなかったそうです。
あのおばさんを映すな、などと言われ続け、番組関係者もずっと頭を抱えていたようです。なぜここまで2人の交際が非難されていたのか。その理由は伊藤彩子さんの度重なる匂わせ行為ですね。お揃いの部屋着や洋服、松潤がニノにお土産に買っていった T シャツを伊藤彩子が着用していた、嵐のクッションが自宅ソファにあった、嵐の CD が無造作にテーブルに置かれていた、自身のブログに1、2の3、感謝、感激、雨、あられと頻繁に書かれていたなど、ブログや SNS に散りばめられていたそうです。匂わせ証拠は数えきれないほどあったと。二宮和也さんはお仕事が国民的アイドルなので、伊藤彩子さんは少し控えめにしていた方が良かったですね。自ら撒いた種がファンを刺激してしまった結果となりました。結婚直前の2019年3月には2人の新居として3億円の自宅マンションを購入。8月には自宅近所の産婦人科に通っている姿も目撃、妊活をしていた事実も報じられていました。入籍後の伊藤彩子さんの動向は、2019年11月中旬に嵐アニバーサリーツアー後20の札幌公演にいた目撃情報。同年12月上旬は夫婦で買い物デートしている姿をスクープされています。そして2019年12月後半には伊藤彩子さんらしき人物のインスタ裏垢が話題に。コメント欄には、皆さん彩子です、無事結婚のバタバタが落ち着いたのでインスタ始めました、これから時々投稿したいと思います。ちなみにアイコンの黄色のバーベラの花言葉は究極の愛、大好きな黄色、東京ドーム楽しかったなどの書かれていたそうです。しかしこのインスタはデマであるとの噂もあったようですね。真相はどうなのでしょうか。その後も嵐の国立ライブにいたなど目撃情報は絶えません。そして2021年3月5日に第一子となる女児が先日誕生したことを報告しています。私事で恐縮ですが、皆様にご報告がございます。先日第一子となる女の子が誕生しました。無事に生まれてきてくれてほっとしています。これからは父として家庭を支え、仕事もこれまで以上に精進してまいりますので、皆様方には温かく見守っていただけますと大変ありがたく思います。今後ともよろしくお願い申し上げます。また最後になりますが、このコロナ禍の中献身的なサポートをしてくださった医療従事者の皆様に改めて感謝申し上げます。嵐メンバーの中で第一号にパパになった二宮和也さん、女の子の誕生日は正式には発表されていませんが、2月後半か3月初頭の可能性が高いとも言われています。そして名前も明かされていなく、二宮和也さんの名前の意味のような、穏やかで人の輪を大切にする人にという似たような意味合いではとファンの間では話題です。二人の子供なので容姿は可愛いことに間違いないでしょう。近隣住人で親友の西島秀俊夫妻のサポートもあり、すくすくと大事に育てられていると噂ですね。子供の出産後は挙式をまだしていない二人に、海外での極秘挙式計画が進んでいると言われています。伊藤彩子さんは昔から海外で挙式がしたいという強い憧れがあるそうです。綺麗な海外の青い海に囲まれた白いチャペルで挙式するのが幼い頃からの夢だったというのです。2019年11月の結婚当初は、嵐が活動休止前のラストイヤーに差し掛かるタイミングだったので、もちろんジャニーズ側が結婚式をストップ。嵐活動休止後もコロナウイルスが流行し、身動きが取れない状態でした。なので落ち着いてきた2022年に海外リゾートで極秘の結婚式が計画中と噂ですね。半ば諦めかけていた彩子の夢が、ニノとの永遠の誓いを胸に海外チャペルで現実になるそうです。特に伊藤彩子さんが気に入っているバリ島かモルディブが有力候補と言われています。青い海をバックにウェディングドレスを着てバージンロードを歩きたいと二宮和也さんに言っているのが目に浮かびますね。二人目を妊娠している噂が出ているなど、二人の動向はいつも週刊誌に追われている状況。今後の二宮夫妻の最新情報が出ればまた動画に収めていきます。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録・高評価もぜひお願いいたします。